チーム山沢の鉄拳、え、チーム山沢の鉄拳アタックとんで、すごいな、いい声ですね。徹夜です。はい、はい、ビッグニュースがあります。はい、何ですか。もうすでに、はい、告知はされているんですけれども、うんうん、パチスロ鉄拳5が販売されることになりました。ありがとうございます。7月上旬とのことなので、これはね、はい、大変喜ばしいニュースでございまして、はい、キャッチコピーがですね、うん、よみがえるセカンドのなんちゃら決闘です。決闘、はい、決闘ね。なんと惜しいの今のちょっと決闘ということで、ね、はい、鉄拳セカンドの、まあ、システムをちょっと 6.5 号機なりにアレンジしたというか、うんうんうん、手はめたというか、つい最近のみさん鉄拳セカンド鉄拳アタックで、はい、大事故やりましたね。690ゲーム上乗せしましたね。2時間ラキちゃんも凍りついてた。はい、はい、今その右下ぐらいにワイプが出てくるかもしれませんけどそんなこともあった我々にとっては、うん、とてもね思い入れがある機種、うん、A プラス AT ってみんな大好きなね、はい、仕様でございます。とても喜ばしいことなんですけど、うん、私たちとしてもパチスロ鉄拳5が出るなら変わらなきゃいけないものが一つある。何でしょう。そう、これ見てください。5出てんのに4宣伝するやつはおるか。いや、おるか。そういうことやぞ。山沢のユニフォームサイクルバカにされるぞいや、いいユニフォームなんですよ、もちろん。ただね、他方面からよく言われるのは暑苦しいと。試合中、絶対腕まくるんですよ、すね、鉄拳プレイヤーって。長袖であんまゲームやんないんで、はいはいはい、トパンガのね、俺試合見返してる時コメント欄で伸びだけ汗かいてるって言われてあれと思って、確かに周り見たら全員半袖で俺だけこれねって感じで、あ、確かにこれ汗出るなと思ってでもさ、そういやさ、この前は白ジャージだったじゃん、はい、今思えばあれはあれで見栄え良かったね。うん、まああんま好きじゃない。当初はね、あの体育の先生3人来たなっていう感じだったね。まあそうですね、うん、それもちょっと今あの右下とかでワイプ出ると思うんですけどはい、というわけで、そう、うん、私たちね、はい、新しいユニフォームを作ることになりましたいや、本当にこれはね、正直一番間違ってるんだけど、はい、編集が大変だと思うんだけど、一つ僕の小話をさせてください、はい、ユニフォームで何が大事かっていうのをちょっと今日ここに来る間考えたんですけど、はい、まあいろいろあると思いますよ。やっぱスポンサーさんの名前とかロゴを入れるので、やっぱり目立った方がいいのかとか、いろいろゲーミングチームのユニフォームを思い浮かべてから、ね、かっこいいものありますし、すごいド派手な色がありますよね。ただ忘れちゃいけないのは、私たち、はい、いい年なんですよ。そうよ、だって全員30超えてるからね、もう30超えてるどころか40片足、仕込んでるよ、いいやついるし、で、やっぱデザインっていうのはね、うん、ちょっと大事だと思うんですよ。で、今回はなんとですね、はい、山沢さんの、うん、デザイナーさんが20案ぐらい作ってくれたの。20案、それすごいよね。20相当文句言いながらやってたのなんでよ、無償かな。そう、いや、これ無償かもしれないそれは本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たちは、うん、その中から、うん、好みのものを選ぶわけなんですけど、はい、当然、うん、不一致、まあ、するよね。はい、そりゃそうだ。フイッチハイブランドしか着ねえやつと、俺ユニクロしか着ないし、この人に関してはなんか半ズボンとかにそりゃバラバラですよ。そんなことないんですけど、はいはい、どうやって決めようかって考えたんですけど、ツイッターとかで投票するとかもいいんですけど、何か勝負をして決めようよ、うん、鉄拳じゃない何かを考えたい、はい、ただのびさんが最近熱中されて FPS とかだと差が出ちゃうので、うん、そうですね、はい、なんか平等にできないもので勝負をしたいので、うん、案を募集したいんですけど、なんかある？
いや、チンチロとかでもいいんじゃない？そうそうシンプルだね、超過半過で。なるほどね。いや、まあでもそれこそ、その俺たちじゃなくて視聴者の人たちに面白い勝負で決めるものを企画として出してもらいたいので、リプライやコメント欄などで勝負ごと募集中です。はい、よろしくお願いします。できればやったことなさそうなもの、3人が平等でね望めるものがいいかなと、はい、プラスできれば最下位は罰ゲームで。罰ゲームいる？だって別に誰ユニフォーム決めるだけなんて、そんなの確かに1位だけリスクないね。そう、3位坊主とかで。お前そんなこと言ってるけど、前の罰ゲーム履行してないからね。いや、履行してない。前の鉄拳アタックの時、お前例えばパキスタンとかでオフ会があったら行くって言ってたから、まあ、それはメキシコの方のワイプで出ると思うんですけど忘れてないから、ね、いいよ。俺なんかオフ会の情報がブラジルとかで入ってきたんだけど、俺ちゃんと何かあった時はちゃんとやってっから。確かに、お前キング総会に一人乗り込んだし、はい、むしろ俺たちがやってなかった。そう、うん、というわけで、うん、募集中ですので、はい、ぜひよろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。はい、はい、そういうわけでですね、私たちの前に謎の PC が今準備されました、はい、何かと言いますと、はいはい、私たちの今回のユニフォームをデザインしてくださった山佐の社員さんが映ってます、うん、それも女の子っていう話なんでね、はい、女性の方です。じゃあ見てみてください。これです。おい、おい、これはね、どうした？あるある、うん、何が？もう何でもいい何でもいい、ね、何でもいい。あ、デザインとかどうでもいい。この子が作ったんだったら何でも来ちゃう。うん、まあ、この方がそのデザインについて説明してくださっているので、はい、こちらの V を見ていきましょう。はい、チーム山さんの皆さん、こんにちは。山さんネクストでデザインを担当しています、ミッキーと申します。ミッキー。普段はフリーデザインやタメグデザインを担当しています。ミッキーちゃん、今回私の鉄拳5の発売決定ということと、ユウさんが太りすぎてユニフォームが止めよ、一回止めよ。ちょっと待って待って、誰だこの台本考えたやつは。おい、何読んどんねん。 F 元、これどういう性、どういう性やろ。いや、わかんない、 M かもしれない。 MRT の可能性もある。最近 M もいじってくるんよ俺のことを。新入社員にもういじらせやらしてるんですかね。これが山さんネクストよ。なるほど。というわけでね、説明を見ていきましょうか。はい、それでは今回提案したユニフォーム案をグループごとに分け紹介したいと思います。新しいユニフォームをまとい、革新する姿をイメージしてデザインさせていただきました。まず A から、ダークなトーンと力強さとチームの結束を表現しました。シックで落ち着いたデザインになっています。続きまして B 案になります。複雑なライン構成で躍動感やスピード感を表現しました。全体的にラインが入ったスタイリッシュなデザインになっています。続きまして C 案になります。ネクストブルーをチームカラーとして表現しました。会社のイメージカラーを強く押し出したデザインになっています。続きまして D 案になります。ネクストレッドをワンポイントにアクティブ感を表現しました。色数が多くポップな印象が強いデザインになっています。気分一新でどんどん勝ち進んでいってほしいと願っています。チームや山さんの今後の活躍に期待しています。申し訳ないですね、こんなこと言わせちゃって。本当に勝ってほしいって。はい、頑張ります。頑張りましょう。あ、これ ABC の中でパッと見どれがいいかだけまず決めない？ごめん、いけ、俺一択なんだ。もう一個 V や、もう一個だけ見てください。もう一個、その次や V がある。もう一個 V がある。どうせさ、今あの人がこう言ったってことは最後またいじり入れてくるやつ、まあ、だけだよこれ。もう分かってきちまったわ、やり口が長い付き合い。ラストね、ラスト。なるほど、全然違うじゃん俺らの邪推すごかったじゃん。いや、すごいし、俺この C にめっちゃ押してたんよ。嘘、前からずっと C2 がいいって言ってたから C2 ね、うん、はい、それではですね、このグループ A から D まで各5つ合計20案のデザインが今私たちの前にずらりとあるんですけれども、自分の一押しをね、うん、選んでいただいてどれを作るかということなんですけども、じゃあ伸び案から発表していただきたいです。はい、私はもうミッティと同じグループ C の C2 です。
グループ C の C2、はい、こちらですね。多分これは出てるかもしれないんですけど、これはね、まあ、今着てるチーム山さんのこの洋服に結構まあ近しい感じかな。まあなんかワイってなってる、ね、そう、色合いとかそのなんだろう、角張ってる感がいろいろあって、俺結構わちゃわちゃしてるの意外と好きなんで、うん、個人的にはこれすごい気に入ってます。タケさん、僕はちょっと迷ってたんですけど、うん、B3 かな。 B3 こちら、これ決め手は、ね、色が新しいじゃないですか。色が新しいです。まあで、まあ、社名がまあちゃんと青く、うん、まあ、出てて、どうせこんな真っ白だったらあんたコーヒーこぼすよ、海外で。コーヒーこぼす、どうせ俺たちスタバ行くからコーヒーこぼすから絶対黒目がいいよ。なるほどね、はい。それ言われたらどうしようもないよ。いや、俺は本当に本当に白が、いや、お前は本当に汚す。嫌な理由はカレーこぼしたりパスタのミートソースつけたり、コーヒーこぼしたり俺はやるんですよ。俺はね、わかる、いいよいいよ、こっちのそれは。確かに。あなたは、私なんですか、うん、一番シンプル、いや、なんかそうやろうなって思うわ。A1 ですね。A1、まあ、やっぱりこれ A1 っていう、うん、もうアルファベットの中でも A は一番最初にあります。昔は違ったよ。いや、それもよくわかんない。昔は違ったよもよくわかんないんだけど、でもこれは僕は一番実際着てみたらいいんじゃない、いいって言うと思うんだよね、みんな。ただもうただやっぱりわかんないのよ、実際着てみなきゃ。え、ちなみにさ、俺一個今思いついたんだけどさ、視聴者案も出してほしいよね。なるほど。どれが一番多いのかっていうのも実際は知りたい。これコメ欄ないし、コメ欄で、あの一番人数が多いものももしかするとそれ選択肢としてはありなんじゃないかなとは思う。じゃあ、うん、分かりました。ここは僕が山さんネクソさんに掛け合って、うん、僕らの出した案3つと、はい、視聴者案1つで、うんうん、サンプルを4つ作ってもらいましょう、うん、でそれを実際に着用して勝負しましょう、うん、これはめっちゃ熱い。いいね。で、勝負のお題も視聴者さんに決めてもらうと、うん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 、いうことで、なんかじゃあどうせだったらミッティと4人でやりたいね、なんか。ミッティも入れる？うん、ミッティが視聴者代表としてさ。あ、いや、さすがにもう時間外労働はって感じというわけで、はい、4つのサンプルを作って勝負しましょう。はい、はい、今回の鉄拳アタックは以上となります。まあ前編ですよね。前編ですね、うん、前編で後編のユニフォームを着ての勝負になるんですか？か、はい、はい、うん、その前にまずね、あの視聴者さんにはどういうゲームで決めてもらうかとかがすごい大事になってくるのでね、面白い企画、はい、試合のゲーム形式がありましたらぜひコメントにお書きください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もね、はい、はい、お願いします。それでは後編でまたお会いしましょう。バイバーイ。